この夏最後のビッグレースは気温32度、路面温度45度という猛暑の中でスタート。カーナンバー100日赤ポルシェを1コーナーで早くもクリアしたのはカーナンバー27クロメーポルシェ。そのすぐ後を追うのはカーナンバー36ミノルタトヨタ 88CV、 そしてカーナンバー23日産 R88C。しかし2周目のストレートで巨漢フーシェのドライブする日赤ポルシェがトップを奪い返した。1000キロという国内最長のレースとは思えないスプリント並みの好バトルにスタンドのファンも思わず熱さを忘れた。この鈴鹿1000キロは毎年多くのドラマを残してきたが、今年の主役はやはりポルシェだった。耐久の王者は日本勢を寄せ付けない。しかし前回の500マイルでもファンを沸かせた待ちに待った日産トヨタの猛チャージが始まった。互いに一歩も譲ることなくピタリとポルシェをマーク。レースは日赤ポルシェがサスペンショントラブルでトップ争いから脱落。波乱の展開が続いた序盤、カーナンバー23星野の日産 R88C がトップに。午後1時にスタートしたマシンたちが夕闇を迎え、オフィシャルから点灯の指示が出される。あのルマン24時間レースを思わせる独特な雰囲気がサーキットを包んだ。しかしこの真夏のレースはあくまで過酷で、この時までに多くのマシンがリタイアしていた。インターナショナル鈴鹿1000キロレースは午後7時7分にチェッカーが振られ、岡田秀樹組のクロムエポルシェが優勝、待望のシリーズチャンピオンを獲得した。日本勢では長谷見鈴木アグリ組の日産 R88V が3位に入賞した。